こんにちは、藤原です。今日もよろしくお願いいたします。なんか今日というか、僕のこの配信はいつも早口だって言われるんですけど、まあ結構な頻度で言われるんですけど、早口ですかね、やっぱり。まあ今日はちょっとその点を気をつけながらやりたいなと思います。まあ去年ですかね、去年と、まあ今年に入ってもですけど、メジャーでも日本でもすごく大騒ぎした、まあ一つのちょっと野球界の嫌な部分が出たテーマではないかなと思います。まあ、メジャーリーグの、まあ、アストロズの件はね、本当に機器を使ってテクノロジーの機器を使ってのまあサイン伝達なんで、本当にちょっとどうしようもないというか、許せないというか、良くないことだなと思います。まあ詳しいことは、まあ僕メジャーリーグにそこまで詳しいわけじゃないので何とも言えないですけど、その日本では去年その星稜高校が試合後に、あの監督さんがそういうことをサイン伝達をしてたみたいな話をしたことで、すごくこうサイン伝達が話題になったと思います。まあ高校野球などを見てても、あの僕なんかも試合、まあ記者席は本当スタンドで見てるんで、まあ、変な動きをしたランナーがいたりとか、そういうのは本当に、まあ、すぐに分かるんですけど、まあ、再認定が一番難しいのは、まあ、証拠がないので、もう本当内部告発というか、出た子が言うしかなくて、僕らがどれだけあれは再認定してるって言っても証拠がないので、まあ、これ議論しても、まあ、全く意味がないっていうか、全然答えが出てこないんですよね。まあ、ただその再伝達に関しては本当にいろんなカテゴリーでもやってるという話はよく聞きますけど、僕正直言うと、もちろんそのスポーツマンシップに反してるっていう意味では本当どの世代でもやっちゃいけないですけど、まあ、正直まあ大人のカテゴリーに関してはまあ勝手にどうぞっていうところはあるんですよね。別にあの許すとか認めるとかいうことじゃないんですけど、まあ、アストロズの件は置いといてですけど、そういうこうランナーが見たり、ランナーコーチが伝えたり、まあ、あるいはボールボーイを使ってやったり、ネクストバッターがやったりっていうのは、大人の世代では、勝手にどうぞっていうか、そこにいちいち何かを言おうっていう気はあんまりないです。ただ中学高校生っていうのはやっぱり僕は反対ですね、再伝達をするのは。まあ、それも戦略の一つだっていうジャーナリストもたくさんいるんですけど、確かに戦略っちゃ戦略なんですけど、その何ですかね、こう球種が分かった上で対策をするっていうのは、その成長過程にある選手たちがやることじゃないと思うんですよね。やっぱり高校生中学生のうちはいろんなことを経験して、いろんなことを失敗して、いろんなことを成功してっていう、いろんなことをやらないといけないんで、いいことばっかり起こることが経験じゃないと思うんで、やっぱりこう打てなかったとかいうことをまず経験させることが必要なんで、サインを覚える、サインを知ってるとか球種が分かってる状態にしないといけないっていうのは、それはちょっと違うんじゃないかなと思います。もちろんサインが分かった方が打てるとは限らないですけど、打つ確率は多分おそらく上がるでしょうね、上がるでしょうから、サインが分かった方がいいと思います。でそれが分かったらいろんな作戦もできるし、その試合に勝つ確率もまた高まると思います。でもそれは監督とかにとってはすごいいいことだと思うんですけど、選手にとっては本当に良くないので、やっぱり本当に失敗させるっていうことを経験させるのが本当の教育者というか、学校現場、教育部現場にいる人間がやっぱり子どもたちに与えられてあげる環境づくりだと思うんで、それはやらないでほしいなと思います。もちろんね、これ選手で勝手にやってるケースもあって、そこに実は勝手に指導者が加担してるケースも少なくないんです。これ実はある選手から聞いたんですけど、例えばよく今日の練習試合で負けた場合は試合後も練習するぞとか、今日の試合で負けたらスタメンで出たやつが荷物持って帰るとか、そういうなんかこう罰則というか、なんかこうノルマを与えたり、多分指導者の方ってすることってあると思うんですよね。まあ、体罰ではない範囲内でのなんかそういうこうちょっとしたね、終わった後の整備はお前たちがやれみたいな、そういうのって作ると思うんですけど、それが例えば本当に選手たちが嫌だなと思った時に、それを避けるためにサイン伝達をし始めるっていうことがね、あるって聞いたんですよ。それがもう時にはね、練習試合とかだったらもう累進まで使ってやったりするっていうのも聞いたことがあるんで、結局まあそういうこう環境面っていうか、本当に勝たなければいけないとか、勝つためにとかっていうのを作りすぎると、そういう子どもたちも悪い方向に行っちゃうので、そういうことは本当にね、やめてもらいたいし、サイン伝達っていうのは本当にできれば全世界全カテゴリーでなくなってほしいですけど、まあ、特に中高生は絶対やらないように
やらないことがその子ら の, あの成長につながるので、やあの打てないっていう経験をさせてあげることを忘れないでほしいなと思います。ありがとうございました。